どうもショータイムゴルフです。327ヤードのティーです。今日はちょっと短いです。大丈夫でしょ。あ、耐えろ。超えた？うん、超えた。オッケー。終わったらずっとそのまま降りられないんだ。じゃあ思いっきりスライスで。なんだ。見てみましょう。やばい。まっすぐ。まっすぐナイスショットだね。まっすぐナイスショット。これやばくないですか。いいフェードだね。フェードだよ。やばい。OB じゃねえの。これ OB っすね。やば。めっちゃ飛んだし、今の。いい当たりすぎた？多分、今の300ぐらい飛んだかな。うわ、最悪。狙わなきゃよかった。もう遅い、もう遅い。前回ね。今日はね、お、いい感じじゃん。いいかも。いいかもしんない。乗った。マジで？マジですか？乗った。やば。やば。来た。あれだよね。めっちゃ嬉しそうじゃん、お前。めっちゃ嬉しい。暫定球です。超えるこれ、超えるか。超えてると思いますよ。うん。いい方向で、いい方向に飛んでいきました。だけど、あとは全部バーディーくらいの気持ちで行こうぜ。95ヤード。95。16で行こうか。16で。この前9だっけ？ん？この前 9？ ここ？うん。うん。10。11とか。シャンクしましたもんね。もうシャンクしないよ。さっきシャンクした。フィニッシュ綺麗に決まったね。何なんだろうこのホール。下ぐちゃぐちゃだったんだけど。あ、そうなの？っていう嘘。またかよ。あー絶対パー取るんだから、ここ絶対パー取る。ない？フェル君、一打目は絶対パー取るんだから。無念の OB、飛びすぎ。300ぐらい飛ぶんだ。60ヤード。60ボールくで。でか？うん、よくわかんないけど、行ってみよう。ドライバーでもっと曲げないと。オッケー。そのパーパット。ガンナイ。ガンナイ。めっちゃ跳ねるやん。ナイスタッチでも。ナイスパット。
バーディートライ。え？見た今。やだ。お蔵入り？168？適当っすね。6番、はい、ギリギリ。いっちゃっていい？あ、いいっしょ。え？バンカー。全然飛ばねえ。バンカー。関節って治んの？これ。関節。何もしない。なんかしたら治り遅くなりますよ。筋トレできないじゃん。できないか。マジか。足だけやっとけばいいんですよ。筋トレやめます。8番。 8？ すげえ。あ、そっか。でもお、いいんじゃない。おお、ちょっとショートかもしれない。うん。ナイスです。フォローかなと思った。ダメっすね、今日ね。ダメっす。これアップしたらまずいっすかね、これ。いや、もう任せますよ。ちょっと任せますけど。任せますけど、やだな。この前のもアップしたくないんで。恥ずかしいな。恥ずかしいな。世間に見られるのが恥ずかしい。一応大学でゴルフしてんのに俺。それな。どうする？顔がひどいぞ。どうする？どうします？どうする？これあげる？一応あげてみる。あげてみる。まあそうだな。ハイライトだけにする。ハイライトだけにしましょうか。ハイライトだったら、ハイライトだったらちょっとありますよ。いくらひどくたって再生回数はできそうだから。そうだね。ハイライトだったら毎日撮ってる。はい。そう。はい。勝田さんの30ヤード、40ヤードぐらいのバンカーショットです。ショウタさんのパーパット上り15フィートちょいグラインズ。あれ、スライスした。もうやだ。本当80くらいよ。今日のゴルフやだわ。やば。来た。今日4バーディー取った。ナイスバーディー。これ決めて8でしょ多分。300ヤード、280ヤード。さっき OB 打った
時みたいな感じで打てばまっすぐ行くはず。フェードじゃん。いや、あれまっすぐ。ちょいフェードだけど。この感じで。ナイス。気持ちいい。気持ちいい。何を打ってればいいんだよ。いやいや。ちょっと左目っすね。もう年間怪我してんじゃん。右腕痛いからの腰だね。なんか張ってましたよね、前回回った時右腕に、うん、っすよ。勝也さんが石川遼気にしてん、あ、石川遼の真似してんのかなとか言って。この方向あるべ。今日さ、どうだった？何ですか？感想。18番ホールを最終ホール迎えてますけど。いやひどかったっすね。ひどかった。トリプルとダボ一個ずつ叩いちゃったね。ちょっとそれきついっす。俺なんてダボ何後半崩れちゃった。ダボ5個、ダボ5個のトリ1 シャンクしましたからね。2番アイアンの調子悪いんじゃないですか、今日。2番アイアン、2番アイアンは調子普通だよ。あ、普通。9番アイアンがちょっと調子悪い。9番アイアンだけ、9番アイアンだけ調子悪い。ドライバーもちょっと曲がってますよね、今日。ドライバーもちょっと曲がってるね。いつももうちょいまっすぐ来ますよね。いつももうちょいまっすぐ行くのかな。千代田さんは、え、調子どうですか？普通っすよ、最近。普通っすか。いつもこんな感じ。週一ゴルファーなんでしょ。週一なんですよね。いや、皆さんと一緒で。僕も週一ゴルフなんで今。ねえ、週一はいい子でしょ。ほぼ2ヶ月ぶりのラウンドなんで僕。ああ、その割にはパター入るっていう。ね、パター入ってるよね。スリーパットも2回したかな。何番ですか？2番で。はい。ブロッコリーみたいな。ブロッコリーめがけてこれっすね。こいけいけ、こいけです。156番。6番でかくないですか？カットっすか。カット。いいんじゃない。ヘソン、めっちゃ逆光じゃん。何も映ってない。みんなで練習行きません？どっかね、練習行こう、うん、みんなで出演者集めて、あの一番高いところ行こうぜ。どこ？あの高い動画行けると思う。あ、ひもや。そこ行くぐらいだったらもうちょい長いとこ行きません？ちゃんと200ヤード、いやだって150とかしかないです。マジで？それでそんな高いの？めちゃくちゃ高いっすよ、あそこ。でもさ、ロッテだとさ、なんか YouTuber いるんだもん。本当にいいの？そうなんですか。いるいるいる。YouTuber ってゴルフ系ですか？ゴルフ系。そう。撮ってんじゃん。結構みんな動画上げてるよ。いいよね。このぐらいのね。どこっすか？結構でかいよね。横浜にね、ロッテみたいな感じ。ああ。じゃあそこ行きますか。そこ行って、水曜行って。杉田もある。あ、杉田のね。でかい、250ヤードくらい。74ヤード。はい。60度っすか？
やば。お、来た。ハイライト。そのうちいいっすね、本当に。配当。配当。かっこいいっすね、これは。スピンがないよね。溝がないっすね。激スピンとか言ってたじゃないですか。どこ？ヤイロ。ヤード。60度。はい。おお、止まった。いいじゃん。これを映さないで。もうなんかさ、疲れてさ、プレーもあんま良くないし、眠いしさ。そうっすね。帰りの運転がいってもさ、考えるだけでダリーだけど。ちょっと長いっすもんね、帰りの。長い。2時間ドライブっすね。2時間なんだよ、2時間もかかる。横浜は2時間かかる。もう帽子がこんな感じになっちゃう。高いの力は1時間20分とか。近っ。近いね。まあもうちょいかな。渋滞で1時間半ぐらいかかったかもしれない。ああ、もう俺ももうめっちゃ練習して、おめえらのことぶっ飛ばすから。バーディーパット。ナイスタッチです。ナイスパー。ちゃったわ今日。見せ場ないっすか。見せ場なかった。ギャグの方でもないっすか。なかった。カメラの中に収まってないですね。 あとは翔太の編集の力量かな。力量で、力量でどんだけ俺のこと面白くしてくれるのか。頑張るわ。さあ、バーディーパットが残る2人は真剣に読んでくださいね。最悪。惜しくもなかったね。惜しくなかった。 OK。 ナイパ。仕切った、マジで。ナイパ、ナイパ。マジ重要なんだけど。80切るか、切らないか。そんなショット？入ったら79？お疲れ様です。はい、いや長かったっすね今日。よかった、70出せた。ひどい。あん、この動画がいいと思ったら高評価、また見たいなと思ったらチャンネル登録お願いします。バイバーイ。バイバーイ。